ここここ、よう見つけてきたな、こんな廃墟。これ、いわくのある廃墟なんで、ここ入ってもらっても大丈夫なんですけど、許可取ってる。はい、どんなのこれ、結構でかいんだよ、これ。ここちょっと、ここ入っていいの、うん、中でオープニングってこと。そう。いや、これ結構グリーンです。おおおあ、あ、ガッチェさん。でしたガッチェさん、これは見たことある人。はい、家主のケリキさんです。ゾワッと、2回しました。2回ゾワッとしました。そういうことね。これ隠れてるのが一番怖いですよ。はい、今、中村に言われてスタンバイしてたって感じ。いやいや、そうです。いや、ということは中村さん、これはもう今回はケリキさんがいるということは変わっちかいということだよね。違う、変わっちかいとかじゃないですよ。結構ですって何回も言いました。こことここじゃないですか。まあ、とりあえずちょっと一旦、はい、ということで改めて LOL クリエイターズの幽霊屋敷編パート3っていうことでね、あのケーキさんの許可取ってますんで、今日見てこるの。はい、ね、今日はあんた珍しい。いや、だからもう僕帰りますよ。もういいってそれ。じゃあ3人で朝までまだ。そうそうそう、スーパー銭湯を僕ちょっと行かなきゃいけないんで。いや、僕は朝まではいないです。2時までって決めときます。めちゃくちゃめちゃくちゃ邪魔されてる。だからキリキさん滞在は2時まで。マジでいなくなるんですか。僕お家帰ります。中村と一緒。中村と一緒理由が、まあ、これ暗夜のシステムとしてね、もう今回から、キリキさんは2時にはご帰宅されるということで。そうです。もうここ何組か泊まってるんですけど、はい、朝まで入れる人っていうのが、まあ、半分全然行ってないんで。なるほど。あの、始まったばっかなんですよ、この物件自体が。うん、だから僕自身も全然把握しきれてないどころか全く慣れてないんで。前回と一緒ってことですね、千葉と。まあ、前回よりも僕的にはちょっとドキドキしてるっすよね。だってもう全然、声もしてますよ、また。はい、まあ、ということでね、ということで民宿みたいなもんなんで。違うわ、3人仲良く泊まっていただいて。いや、3人じゃないです。1人2時にリタイア宣言して。そこはものすごい強調していますけど、はい、2時に帰ります。はい、なので、まあ、アンヤさんということでね、パート3になりますよ、今回。2人はこれから。うわ、ほら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 。いや、あの、さっき僕ツイッターに上げたんですけど、中に監視カメラ今回から仕掛けたんですよ、一年、うん、あの、皆さんが来るまでの間ちょっと時間あったんで中ビーツちょっと見てたんですよ、はいはいはい、監視カメラで。そしたら、まあ、動画見てくれたら分かるんですけど、完全に人の喋り声が入ってるんですよ、2階で。で、ちょっと入ってるじゃなくて結構ちゃんと会話してるっていう。中止でしょ、これは。いや、もうそれは中止ですね。え、中止中止。あ、じゃあまあまあ、まあ斬新でいいですけどね。そうですね、中止に入ったらね。まあ、じゃあまず人がいるかどうか確認していただいて、多分いないと思うんで、中入っていただいて、まあ、アイアンをね、やっていただいて。あ、ここにキリキさんか。はい、じゃあということで、これからアンヤさんパート3ということで、まあ、とりあえず今回はキリキさんが出てきたら河内さんの回ということで、はい、僕はもう生還、はい、そうなんですね。しっかりと頑張ってください。はい、何事も果敢にチャレンジしていただいて、で、何かあったら、あ、これやべえなってことで、これはやめようって次回からの教訓になりますんで、はい、まあ、とりあえずお試しということでね。めちゃめちゃ一言、まあ、キリキさんの方でうまくやっていただければ、はい、ということで、ね、おはよう、収めたいですよ、お風呂行きたい。今日もね、本当に行くんだろう、元気よく張り切って楽しんでください。普通やん、ボケたらいいやん、それ。もう早風呂行きたい。もうとりあえずちゃちゃっと撮りましょう。今日変わってたな、ちゃっとで終わらないじゃん。お願いします、お願いします。とりあえず楽しんでください。うん、はい、また迎え来るんで。もう混んでいいわ、もう迎え来るんで。じゃあ河内さんと楽しんでください。あの、買うよ、河内の。これほんまにゲロ。これが石像のような感じです。始まりましたね。
勝ちた。もうあのとにかくキリクさんのことは天敵や思ってはる。いやそんな僕が呼んでるわけではないですからね。仲良くやりましょう。仲良くやりましょう。まあここからはキリクさんからこの屋敷の曰くのお話ですね。確定して起こってる事件があるんですよ、はいはい、ここで起こってる事件、はい、まあ、事故じゃなくて事件ですね、ここで、はい、まあ、その事件については中入って説明した方がいいと思うんで、はい、行きます、行きますか、はい、わかりました、ね、はあ、もうちらっと見えるだけでも本当にちょっと怖いな。ここはやばいですよ。ね、今ね、ね、ね、出てないっす。ちょっと、また中から落としたりも、うん、もう、あの、何か起こったら裁判。裁判こんな大人の力で絶対勝てないじゃないですか。まあ、入る前にもし、中で何かあったりとか、はい、人が出てきたとか、霊的なことでとんでもないことが起きたと、でそれによって怪我したとか、はい、あったとしても、まあ本当に自己責任なんで、はい、それだけあのしっかり了承した上で入ってください。はい、大丈夫ですか。僕は全然大丈夫でございます。はい、はい、裁判とか言わないから。はい、じゃあ、はい、行きます。これはこう。びっくりした。あ、え、顔なじみの方がいらっしゃいます。おお、びっくりしたでしょ。びっくり、ちょっと待って、ちょっと待って、これ戦闘きついっすわ。穴の置いとくから悪いんですよ。いや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 、カーテンで隠して、まあ、これだけ今回も持ってきました。はい、はい、まあ、あまりにもやっぱ前回動いてたんで持ってこようかなと、はい、じゃあ上がりましょう。じゃあお邪魔します。失礼します。で、ここの2部屋が今日基本的に滞在するまあメインの部屋になるんですけど、はい、まあ、この部屋は、まあ、清掃してます。はい、はい、ですけどこの部屋以外ほとんどあの触れてないんで、もう当時のそのままなんで、はい、はい、これは多分この方が持ち主。ここ結構あの築年数が正確に分かってないんですけど、はい、かなりいろんな方が住んでたらしくて、多分住んでた方の一人ですね。これ残留物っていうのはそのまま。あ、残留物全くそのままです。上もそのままです。こっちのこの鏡も、はい、もともとあったやつなんですけど、人気がすごいし写真もすごい。まあこれもともとあったやつで、ね、写真あるんですけど、やっぱこう見ると、はい、もうとんでもなく昭和の写真だなと、はいはい、これでも軍服ですよね。これ軍服っすね。ですよね、うん、どう見てもだ戦時中っすね。軍人さんですよね、うん、でこっちの棚に手紙これが挟まってて、はいはい、今日で終わりです。まだ海が出たら来てください。まあ、ちょっと海が出たら。なんかの病気だったと思うんですよ。あ、はい、なんかの病気だったと思うんですけど、結構海が出る病、まあ、今日で終わりですがちょっとよくわかんないですけど、はいはいはい、こういうのももともと、まあ、食器とかも全部そのままです。で、こっちが一切触れてないエリアなんで、もうこっからが本部ですね。で、この家、まあ、明らかにおかしい点が何個かあるんですけど、まあ、3つっすかね。その3つの中の1つが、まあ、こっちちょっとついていただきたいと。はい、これ家の中に井戸があるんですよ。おお、家の中ですね。そうですね。ええ？家の中でっていうのは聞いたことない。家の中ですね。そうですね。ええ？家
家の中ですね。そうですね。家の中でっていうのは聞いたことない。ちょっと今声したって。これコンクリートで塞がれてるんですけど、下が、はい、そうですよね、2メートルちょいか、うん、まあちょっともうここで話しちゃうんですけど、入り口で言ってた曰く、はい、この家殺人、監禁、遺棄が起きてるんですよ、ここで、うん、この事件を起こした人っていうのは住んでた方じゃなくて、空き家になってる時に、はい、まあ、ここを利用して、なるほど、まあ、人間を監禁して殺害して、うん、まあ、遺棄したと。で、遺棄した場所っていうのがあのこの井戸なんですよ。井戸に遺体をバーンって捨てて、でそのまま遺棄してたと、はい、でこれ塞ぐってなったらここぐらいまで塞ぐんですけど、ね、そうですね、そこですね、あそこまで塞いでるっていうのがちょっと不思議なんですけど、多分事件とちょっとなんか関係あるのかなと、はい、うん、いや、えぐえぐ、まあもう言っちゃいます、あのクエストで、まあ、ここに入っていただいて、はい、中に、はい、中に、なんかです、闇井戸っていうクエストが、ここの中に、え、どうやって登るの、あ、そこのはしごがあるんで、もういいよそういう、真っ暗にしてあの半分ぐらい蓋閉めちゃうんで、いや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 、頑張ってくださいね、あなたです、本当に、まあ、これ結構相当リスキーなんで、はい、なんか井戸とかガスが出てくるとかよくあるんですけど、うん、そういうガスはもうチェックしてるんで、ここはもう出てきてないんで、はい、大丈夫なんですけど、いや、しおりさん頑張ってくださいね、まあそのしっかり、まあ、蓋されてる状態ですもんね、はい、そもそも、まあやる場合は絶対自己責任と、はい、はい、まあここ現場なんで、うん、はい、何も起きないわけないと思うんでね、はい、はい、あの監禁殺害現場っていうのが、はい、まあ、正確にはあの分かってないですけど、はい、まあ、明らかにここだろっていう、はい、もうここじゃなければもうありえないっていう場所が2階にあるんですよ。2階、はい、うん、そういう跡と形跡とかが全部残ってるんで、はい、まあ、それは2階行った時に説明します。はい、はい、でこういう赤いのあるじゃないですか、こういうのも結局ここあの特殊清掃があのがっつり入ってないんで、うん、あ、まあ、こういうのも血痕の可能性高いんですよね、うん、この赤黒い感じとか、この辺とかも飛び散ってますよね。まあちょっと周り注意してみると、はいはいはい、なんかまた跡が残ってるかもしれないです。この部屋なんですけど、はい、まあこの家でまた不思議な点、まあ強烈な要素の一つなんですけど、はい、これあの開催前、え、ですか？いや全然そっちの方ですよね。人いる？いや。大丈夫です、まあ、どうですか、あの、はい、ここで、まあ、あるものが見つかっててえ、これ開催前に見つかったんですけど、あ、なんかへこんでる、これへこんでるの分かります、めちゃめちゃへこんでる、僕テーブル邪魔だなって言ってどかしてここ歩こうとしたらズボンって沈んじゃって、はい、これ絶対なんかあると思ってめくったら、はい、おお、おお、お面、うー、なんかお面入ってんすよね、お面ですね、うわ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 、おお、すげえ、お面と鈴、お面みたいな、と鈴っすね、なんか薬も落ちてます、うん、うわ、ほんまや、なんか心臓系の病気の薬って言ってたんですけど、まあとりあえずこの薬と沖縄麺っていうんですかね、ああ、うん、はいはいはい、おじいさんですね、これかなりリアルなんですよ、いやリアルですね、うん、
キナメン結構あの色塗られてたりそのニスとかでコーティングされてるんですけど、はい、まあ、これ全然あの手作り感あふれてるんでなんかちょっとおかしいんですよね。ちょっとデスマスクっぽいっていうか、はい、だって歯がねリアルですよね。これについても一切分かってないです。だからこれはあの絶対触らないでください。はい、はい、分かりました。まあ、事件が起きた家ではあるんですけど、はい、この家の周辺の一般の人とか、はいはい、だから警察官とかもそうなんですけど、はい、皆さんの共通認識で、あのここはヤバいと、はあ、で事件が起きたからヤバいんじゃなくてここは幽霊が出ると、はあ、幽霊屋敷だっていうことで、はいはいはい、共通認識でここは言われてたんですよ。はいはい、あの事件が起きてから幽霊屋敷になったのか、はい、幽霊屋敷ってもともと言われてた状態で事件が起きたのか、はい、この時系列がまだ曖昧なんですけど、はい、まあ、僕の中では幽霊屋敷ってもともと有名で、で中でギャーって声が聞こえたとか、うん、まあ、人影を見たとか、はい、まあ、そういうのがものすごかったんで、そういうの都合いいなって思った犯人が、はい、まあ、犯行に及んで、はいはい、で犯行に及んだ時にギャーとかその被害者が言ってもあそこは幽霊屋敷だからっていうので、はいはいはい、ごまかせちゃう、はいはい、っていうのを都合よく思って犯行を及んだんじゃないかなと。なんか物音がしてもまたあそこなんか鳴ってたよみたいな。そうです、そんなんで済んじゃうと。で警察の方にこれ実際聞いたんですけど、うん、ここに関しての通報がものすごい大量に来るらしいんですよね。もう通りがかりの方とかハイキングの方とかがここの前に通ると中で助けてってもううわーって声が聞こえるらしいんですよ。で中で普通に人が襲われてるんじゃないかって通報が警察にバンバン入るらしいんですよ、うん、はいはい、で警察も事件とかも起きてるし来ざるを得ないですけど来たら絶対誰もいないと、うん、はいはい、っていう家なんですよ。だから事件が起きる前からここはやばかったんですよ。はいはいはい、はい、もともといわくつきっていうね。もともといわくつき、これも原因の一つかもしれないですよ、としたら何か一切わかんないですけど、まあ、どう考えてもおかしいですからね。おかしいですね。次こっちですね。ここは介護部屋かなんかで多分使われてたのかなっていう、うん、はい、まあ、明らかにその介護とかで使うベッドなんで、うん、あ、また声しましたね。音は、ね、ちょっと待って、声です、声ですよね、女性、完全に女性です、うん、今3人とも聞こえてる、ね、本当に聞こえちゃった、うん、いや女性ですね。あのキリキさん、この聞こえ方はお化けの聞こえ方ですね。もう完全によく聞こえる聞こえ方です。うーって言いました。これキリキちゃん、あの絵見てもらいます。ああいうのとかも普通にないじゃないですか、ね、ないです。あれだいぶ不気味ですよ、うん、やっぱちょっと複雑なんですよね。はいはい、作りがね、やっぱおー、びっくりした、クイズだ、あれ生きてんだ、ちょっとびっくりした、なるんですね、これこれ12時だから多分12回なるっすよ。びっくりした、これタイミング、これなんでタイミングって言うたかって言うたら、今もう一発こう聞こえたんですよ、こっちから、はい、でこう聞こうとしてこうやった時にボーンです。2階からですか。はい、今2階というか こっち方面ですね。あ、こっちですね。行きたくね、ちょっと行きますか、じゃあこっち また読むけど、あるんや、行きたくねって言うたらもうやってることが本末転倒そうですよね。キリキさんで、ここに歯が落ちてるんですよ。ほんまや、4本、ほんまや、これほんまに歯ですね、本当の歯ですね、うん、2階行きますか。ここがいわゆる本命ってことですね。家ごとやばいって言われてるんですけど、まあ、2階はよく人が目撃される場所、もう人影見たっていう人多いんですけど、は
普通に通ったとかじゃなくて窓に普通に立ってて外ずっと見てるらしいんですよ。それぐらいがっつり人影を見る方が多い。2階、はいはい、行きましょうか。はい。あ、今声しましたよ上から。確実にしましたよ今。男性ですね今の。おい、ちょっと待って待って、本当に声してる。この河内の猫でしたね。なんで？いや、あの河内はね、自分よりビビる人がいるとマウントを取りたがるんですよ。いやあ、あんま良くないですよ、ほら。もうやだ。そこで掴み合わないでください。どっちがビビってるか。今でもほんまに上から聞こえましたね。なぜですね。その殺害を行ったであろう場所でもあるっていうことですよね。2階からなんですよ。あのさっきなんか中に監視カメラ今回から仕掛けたんですよ。完全に人の喋り声が入ってるんですよ。聞きます？どうか。あ、どうか見た方がいいですよ。絶対2階くらい見た方がいいですよ。先入れてましたね。ちょっと待ってください。行きますよ。まあ、間違いなくはっきりは喋ってます。で今も2階の監視カメラついてると思うんですけど、これちなみに桐木さん、あそこのドアはちょっとここ来てもらっていいですか。これ匂い分かります？ここら辺の、あ、これめ、あ、どうしたんですか？分かります分かります分かります。これの真上が、あの例の、まあ、殺害現場なんですよ。そこで血痕とかがねまだ残ってるんですけど、その血痕とかポタポタ多分ここら辺に落ちてきて、多分ここも匂いしてるんですよ。確かにする。刺繍嗅いだことある人しか分かんないですけど、うん、すごいする、うん、こういう匂いなんですよね刺繍って。ここもね、ドアもすごい不思議。生々しいです。階段にドアとかつけます？これお前、そう言われたら、あの鏡、これ変なドアっすよね。ガラス、ガラスなんですよね、うん、で今確かに、うん、もう見たことないっすよね。必要ないもん。普通鍵閉めれちゃうんですよね。あ、うん、という こっち側から鍵閉めるということは中から出さないようにってイメージ。そうですね。逆に、うん、完全にこのドアも後付けですよね。これ後付けっす ね、うん、絶対後付けっすね。合ってないですもんね、うん。冗談抜きで中止もあり得る。おお、ちょっとなんで動かないですか。そういうことね。先に行ったから狭いんで、とりあえず下から取っとこっかなみたいな。いやいや、みんなで行きましょう。福田家千葉みたいじゃないですか。はい、後ろ行きます。行きましょう、はい、ちょっと喋ってる。間違いなく上です。間違いなく上です。これも僕がいじってここに置いたわけじゃないんですよ。はい、から。これピエロの人形あるんですけど、まあ、ちょっと足とか破損してるんですけど、うわ、多分清掃するときにこっちに履けたのかなと。ちょっと怖すぎる。くっさし、空気冷た。うん、なんでここ気持ち悪い。でこの写真がアルバム出てきたんですけど、これも多分この家の関係の方
本当戦時中っすよ、ね、本当兵隊さんですね、うん、でこの部屋専用のトイレあるんですよ。ああ本当だ。ここの部屋だけで完結する感じの、うん、でこの部屋傾いてるの分かります？はい分かります。もう体こっち行ってるの分かります？ここ、うん、はい、だこの部屋ちょっとおかしいんですよね。ここが扉ですもんね。監禁部屋なんですよ。ですよね、扉ですもんね、はい、ちょっと小さいですよね。で何、あここに多分本棚かなんか置いて切れた。今フラッシュ耐えて切れました。切れた。だからやっぱここの部屋やばいのかな。これが監禁部屋。これちょっと使えないんで全モザイクになるんですけど、はいはい、大丈夫ですか？もう多分明らかに血痕なんですよ、はい、ここにあるのが。ペンキをブシャーにはちょっと見えないんですよね。あと匂いが刺繍が結構するんで、うん、わーおーわー、あーこれは確かに使えない。なるほど。うわ、なんだこれ異様な、うん、あー匂い分かります すごいです。あーダメだダメだ。内側から監禁部屋って言われてる通りで、内側からこれはえぐい。叩いた。ドンとしたんですかね。足で蹴っ飛ばしたんですかね。もう異様だもんな。全部が。ああ。扉のこれ。これも生々しいですよね。この部屋はちょっとそのイベントクエストとかでもちょっと使えないかなと思って。はいはい。昭和53年。周りの壁とかなんか新しいのもあるんで張り替えた可能性もありますよね、うん、改造してますね、うん、いやーちょっときついわ、ダメだ、うん、まあ本当にいろんなとこが不自然なんですよね、うん、この家は。でこっからまた外に出れるっていう、はい、外この部屋の斜め、はいはい、ところに立ってるんで、はい、普通に地上なんですよここは。あ外出たらこことここはつながってるんですよ。あなんだこれ、うん、ほんとここ外だった。完全にこうした外だった可能性もありますね。ここにドアあるんで、ま、だってこの窓がどう考えても外向きの。そうですね、これもつけてるの外壁なんで、ね、そうですよね。まあ、2階はこんな感じと、はい、あの謎にこっちに階段があるんですよこの家。あ、ほんまや、はい、ほんまや。三脚のねこれなんだろうなと思って登ったら、まあ、それがあったと。はいはい。あ、なんだ本当だ。あうわ、いつもの建築みたいなね。え、なんか焼かれた跡があるんですね。本当だ。絶対なんかここでなんか燃やしてるんですよ。これは謎。うん。ちょっとよく分かんない。まあここに滞在してもらうと。はい、うん、上で女の子の泣き声聞こえたんですね。殺人監禁された場所。そうです。謎のお面。で遺棄された、まあ、井戸があると。で、監視カメラの謎の声で、うん、実際に謎の声はしている、うん、ちょっと本当に任せるんで、これ僕説明終わったんで行きますけど、行きましょう。行きます。よし、まだ聞こえる？聞こえる？すごいわ。ちょっと待って、こんなことある？これは良くないぞ。こんなことある？誰かいます？いやでも絶対いないです。だから逃げる場所ないですもん。先ほどそこおられた方おられます？できます。あー怖い、もう足震えてる。監禁部屋ライトこれだけやからね、飛び方が生々しいんですよこういうのとか。あー今耳元で聞こえた。あーやーやー、誰かいます？おちょっと待って、僕一人じゃちょっともしかしたら危ないんで、ちょっと来てもらいます。完全に人。
よし